大阪金助大阪金助から1925年3月12日は、日本の政治家、青森県の大地主、醸造家、青森県多額の税者、資産家、実業家、青森商業会議所会頭続籍は、青森県平民、道の区国,国津丸郡、しじみがい村出身、大阪屋基地の長男、官学を治めた、幼くして、両親と死別して、 孤事となった。一時ヤクザの世界に身を置いた。塩町に貸し座敷、大金炉を開業した。後酒造業、七夜を開いた。清酒醸造献金銭貸付業を営んだ。青森商業銀行、青安貯蓄銀行、青森伝統会社、青森ガス会社などを設立した。青森商業銀行、青安貯蓄銀行格闘取り青森伝統、青森倉庫、 青森ガス各社長、青安貯蓄銀行、歌舞伎座閣、取締役などを務めた。1908年5月、第10回衆議院議員総選挙に、青森市選挙区から出馬して当選。立憲声優会に所属。1915年3月の第12回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算2期務めた。また、 1918年12月26日、貴族院多額納税者議員に任じられ、1920年8月24日に辞職した。身帯繊よりおこし一台にして、巨万の富を作り、青森市の有力者となった。住所は、青森県青森市、大町。ありがとうございます。